はい、今回こちらローリングスの T シャツ紹介です。シンプルローリングス T シャツ、まあ、カモフラとかもありますけどね、今回のシンプルです。で、これ今赤着てるんで、いつものベーチャン T と今考えないです。はい、こちら他にもロイヤルとネイビーもあります。そしてこちらジュニア用もあります。こんな感じでね、普段着として着るのもよし、アンダーシャツ代わりにこれ1枚で練習するのもよし、アンダーシャツを着てその上に着て練習するもよしという感じのね、もうこの T シャツですよ。で、この前面にね、ローリングスのロゴがバンと入っていて、裏側はシンプルです。で、全体的に柔らかめの素材で、本当にアンダーシャツに近いような素材感ですね。今これ着てるのが L サイズなんですけども、サイズの幅広くあります。そしていつもと同じ T シャツっぽいで着替えます。はい、ネイビー、ネイビー、この色珍しいです。裏地がこんな感じですね。こういう感じの裏地ですね。ということで、ローリングスの T シャツ紹介でした。今回のお題は野球あるあるバッティング編、ルーティンがある。本日の MVP 賞はこちら、こちらを見つから選んでいただきます。チャンネル登録はここから、おすすめの動画はこちらです。